にゃ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 マラソン界では空前の厚底ブーム来てますよね。ナイキさんを筆頭にしてて他社も出してますけども、なんとですね、あのワークマンさんももう今ね有名ですけども、厚底ランニング界にこう入ってきたんです。見てください。普通ベイパーは値段3万円ですよね。ワークマンはなんと税込みで1900円です。1900円です。1900円です。はい、安い。でね、まだこれ実はね、これ今日買ったばっかりなんですね。本当に今からまさに足を通すんで、これ実際にこれを履いてみて、ジョギングして感想を言いたいと思います。それでは早速レッツに会いたいと思います。初ワークマン初どこ最初の履いた感じだけどいいよこれ。あ、いいっすか。あれ思ったよりいい。ただね、ちょっとパカパカするところがあるんだよ。まあ多分これ僕がサイズがやっぱ 0.5 センチ大きいの履いてるから、こういった中に中敷き入れたりしたらそんな気にならないと。履いた感じいい。ただこれ一応ね、このワークマンの主産の売りは反発だよね。だけど正直なこと言って反発はあんまし感じないです。はい。本当ですか。ただこれで1500円だったらちょっと実際履いてみた感じではいいですね。僕はシューズたくさん履いてますけども、全然違和感はないね。ジョグする分にはいい。ジョグだといいんですけど、スピードを出すにはどんな感じですか。例えばスピード練をやるときって、ちょっとね、なんだ中が少し幅広なんだよね。はい、ああ、だから僕結構細いの好きなんで、それがちょっと気になるかな。ああ、足がこう踏み込めない、掴めないっていうのかな、地面を。そこがちょっと気になるかな。やっぱりジョギングには最適みたいな感じの。1500円でこれだったら、はい、あり。あり。今のところね、今のところ気になったところは靴の耐久性っすよね。あとは何キロまで大丈夫なの。そうだよね、はい、やっぱり僕とかだと月間800から900走るから、どうなのかっていうのは気になるんですよ。まあでも1500円だからあまり多くは望めないよね。1500円だからって言われたら、そうですねって言いようないからね。履いた感じはかなりいいわ。じゃあもうにゃーにゃーファミリーが。ファミリー。お父様にあってやってくれてる。はい。子供が、はっ。もっと頑張ります。ちなみにこの YouTube チャンネル、一番若い層、0.1% です。0.1%、うちの娘です。頑張ってください。はい、頑張ります。ただやっぱりデザインはいいっすね。やっぱりこう見てて。いい。はい。デザインはすごいなんかおしゃれな感じがしていい。500円好きよね。はい。僕今日これ、猫が首輪つけずに、これ何つけてます？ネックウォーマーさん。バフね。バフ。これも、ワークマンさん。お値段が、税込みで380円かな。安いっすね。めちゃくちゃ安い。安い。これ、かなり伸びるし、結構オシャレでしょ、みたいな。はい。こうやって、鼻まで、今人いないから、下ろせるし。そんなに暑さ感じないし。いい、いい。本当に、ストレスは感じないわ。あ、そうですよ。それはいいっすね。はい。ストレス感じる感じない。全然変わってくるんで。ジョグのペース速くなってないですか。はい、ペース速くなってないですか。反発してる。反発はね、でも正直なこと言うと、あんまり分かんないかな。やっぱりベイパーとかと比べると、ベイパーの最初のあのこれ、あれはちょっと異常だよね。あと斜めになってるでしょ。ああ、そうですよね。それがないから、でも初心者の人にはこんだけ厚さがあったら、まあ、左には負担かかりづらいよね。ああ、じゃあ守れる感じですか。そうそうそう。お疲れ様でした。にゃー。
ワークマンの厚底を履いた猫ですけども、多分オリンピック選手でワークマンの厚底を履いた人は多分僕が地球で一人じゃないですかね、これ。実際に履いた感想。1500円だったら率直に言ってありかなしか。テレレ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 、電車うるせえ。テレレレレ、ありなし、ありなし、なし、あり、ありです。これ1500円でこれっていうのはもう全然いいと思います。これから今ね、多分ランニング始める人多くなると思うんですよ。これ絶対おすすめです。そんなやっぱり距離もね、走らない人で、何がいいかっていうのはやっぱ厚底だから膝に負担がかからないんですよね。しかも軽いじゃないですか。だからこれ初心者の人は僕はすごいおすすめします、断言します。ただやっぱり僕とか月間900、800走るんですね。そういう人にとってこれが果たしてどのぐらい持つのか。でも値段が1900円ですから全然ありだと思います。で、あとはね、気になるのはスピード練習ね。速いスピードで走った時に一体どうなるのか。実際に今から走りたいと思うんですけど、ただ僕足の小指骨折してるんで、ね、まあそれでよく走れてるなって思うんですけど、まだねちょっとスピード出せないんで、今日はこちらのカメラマンのじゃじゃーん。はい、どうも。はい、はい、バカンス石川くんというんですけども、はい、1000のベストはいくらぐらいですか。1000のベスト、まあまあ、じゃあフルマラソンのベスト。フルマラソンは2時間36分です。そう、だから僕がね、猫ひろしが走れないんで、今から代わりに、はい、バカンスさんもね、本日厚底をね、買ったんですよね。はい、そのバカンスさんに実際に、今日はナイキのこれ何入ってるんですか、今。これはズームライバルフライですね。ズームライバルフライ、はい、こちらを履いてまず最初1000走って、その後にワークマンの厚底を履いて、まあ2本走るからね、ちょっと2本目の方が遅いかもしれないけど、まあそれも込みでちょっとね、実際にタイム測定やってみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。にゃー。ワークマンの厚底を履いて 1000m1 本やりたいと思います。準備はよろしいですか。いいです。スタート。さあ、それでは気になるワークマンの厚底を履いてみた結果、タイムお願いいたします。出た。やばくね。やばいよ。やった。やだ。にゃん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